秋登場の新型フロンクス浜松に登場。スズキは2024年7月10日、新型コンパクト SUV フロンクスを JR 浜松駅、浜松市中央区の東海道新幹線改札内で先行展示すると明らかにしました。フロンクスは2023年1月にインドで世界初公開されたコンパクト SUV です。力強さと流麗さを際立たせたクーペスタイルに、取り回しの良さと快適な室内空間を兼ね備えています。2023年4月にインドで発売後、スズキにおける世界戦略者として、中南米、中近東、アフリカなどでも販売され、好評を得ているといいます。そして、2024年7月には、スズキはフロンクスを秋に日本国内でも発売すると発表しました。現在のところ、日本使用者の詳細情報は不明ですが、すでに販売されているインド使用者は、ボディサイズが全長 3995mm× 全幅 1765mm× 全高 1550mm と、取り回しのしやすいコンパクトなサイズです。エクステリアは迫力と厚みのあるフロントグリルに、横への張り出しが強調されたフロントリアのスタイリングが特徴で、SUV の力強さや存在感を表現しています。ライトは上下で分割されたタイプで、グリル上部からサイド周りまで連続するような横長の三眼デザインを採用。カブライトはロービームで2段に分かれた三眼スタイルとなっており、斬新で存在感のあるデザインです。リアはテールランプにセブンの字型の3連ランプと、横一文字のシグネチャーランプを採用したほか、テールゲート周辺が緩やかに傾斜を描くことで、伸びやかさと流麗さを表現しています。インド使用者では、インテリアは上質感のある仕立てで、快適装備も充実しているほか、先進装備として、全方位モニターやヘッドアップディスプレイを採用。インドにおいては、現地法人のマルチスズキが、展開する高級販売チャンネル、ネキサ店での取り扱いとなり、上質な SUV としての側面を持たせています。日本使用者のパワートレインや価格などの詳細情報については、秋の発売が近づくにつれて明らかにされるとみられます。スズキの本拠地が静岡県浜松市ということもあり、今回の先行展示の場に選ばれたようです。今週の新型フロンクス発売が大いに期待されます。